こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、晴天白日ドライ走るです。前奏の大喝のことを言います。雲一つなく晴れ渡った青空に突然雷鳴が鳴り響いた。まさに晴天の霹靂、電光石火。そこには分別の入る隙間もない。霊宗道元という人の口を守ること、兵のごとしと題する下の一節です。から晴天白日ドライ走るを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。